県沼、県沼寺、県沼寺、県正寺は、福島県いわき市にある新言州地山派の寺院。陰号は密造院。境内に、別在天を祀る道があり、沼の内別在天、県沼別在天とも称される。この寺は、807年、大道2年に、徳一によって建てられた別在天を祀る道に始まると伝えられる。江戸時代は、岩木平藩の秘護を受け、 本堂や山門などが改修された。山門の彫刻は、サジンゴ五郎の作とされる彫り物が残されている。東照宮の建設と同時期の建築と考えられている。境内にある、県沼、かしこ沼、弁やヌ沼とも呼ばれているは、古くから魚、鳥などの殺生が禁止されている。この沼は、底なし沼とされ、また、どんなに雨が降らなくても干上がることがない沼で、 谷川瀬の龍門寺の井戸、平地色の堀、夏井川など市内の寺院や河川と地中深くでつながっているとされている。また、起き手を破り、沼内の魚や水鳥、カモを取った人間には、天罰が下るとされている。県沼は、長径200メートル、短径70メートルの長円形の沼で、水深は4メートル50センチメートルから5メートル程度。 水量は5万トンと見積もられている。昭和30年代までは、沼の水は、透明度が高く、沼底を動く、うなぎの姿や沼底から投げ込み入れた餌をめがけて泳ぎ、上がる、うなぎの姿が見えたと伝えられている。しかし、沼周辺の赤松が賢沼寺本堂の建設材に使われ伐採されたこと、同時に、松食い虫による松枯れが発生して、 落葉紅葉樹と波状緑樹の混合樹林体に変化した。また、燃料として使用されていた杉の枝や葉がガスや灯油に置き換わり、山の手入れが行われなくなり、荒れ始め、湯水の枯渇が発生した。沼である以上、閉鎖性が高くなるのは仕方がないのだが、流れ込む水が湯水が耐えてしまったため雨水、周辺部の雨水だけになったこと、 流出が一定水量を超えた時のみという閉鎖性の高さが水の悪化を招いた。沼周辺の樹林帯に紅葉樹が増加したため落ち葉が増え土壌を不要土化した。沼に流れ込む水にも不要土、落ち葉が混じるようになり、沼にも栄養塩の流入、沈降する落ち葉が増加した。一定量の有機物は水中の微生物に分解され、 食物連鎖のサイクルが回るようになるのだが、過剰分は未分解のまま堆積してヘドロ化が進行した。一定量の有機物は生物症を増加させた。落ち葉などの有機物はヘドロ化して増加して、水温上昇期には微生物の活動が活発化し沼底部に低酸素水域が発生するようになった。酸欠水域では嫌気性分解が促進されるため、アンモニア、メタン、 硫化水素が発生するようになった。酸素により固定されていた成分が、嫌気性で溶出するため、清掃が破れる秋には、酸欠水域に溶け込んでいた栄養塩類が氷層水に拡散し、プランクトンの異常発生、青子が起きるようになった。これらの変化は、本堂の建設のための赤松の伐採、昭和25年、1950年から徐々に進行したが、 水質の悪化を目視で検出するほどではなかった。高度経済成長期には自動車の普及、観光など社会的な変化は、大うなぎが餌をめがけて集まりを泳ぐ姿は、ヌマを観光地化させた。大人の腕ほどもある、日本うなぎが群れをなして餌を奪い合う姿は養殖場でも見ることができない不思議な光景であり、ヌマ寺ではうなぎの餌を販売し、 観光客目当ての土産物店や食堂など沼の周辺の人々の生活にも変化をもたらした。しかし、徐々に進行していた水質変化が目視でも確認されるようになると、うなぎの数が減り始め、観光客も劇的な減少となり、観光地の時代は終わった。県沼の水質変化は、昭和60年あたり1985年から、福島工業高等専門学校、 福島高専と岩き市教育委員会、文化庁による調査が行われていたが、水質変化の原因や対策など、積極的な取り組みは、現状維持を優先するという間違った、法解釈と予算的な裏付けが取られなかったため行われていなかった。2002年から、福島高専と岩き市が協力して、水質浄化に取り組み始め、2005年には岩き市の助成を受けて、 水温上昇期、7月から9月までに沼底水の排水などが行われた。2009、2010年には財団法人福島県学術教育振興財団の助成を受け、本格的な水質浄化活動が展開された。2009年には日本科学技術振興財団 JST の支援を受けた環境計測活動も行われるなど、 地域のシンボルとしての賢沼を復活させる取り組みが継続され、沼中央部に沈められた水中ポンプによる沼底水の汲み上げ、水の強制循環による酸素供給が試みられた。しかし、2011年3月11日の東北地方太平洋沖地震により、ウオ見ドや湖岸が崩落、周辺での液状化など被災した。 復旧工事は2013年6月から着手され14年3月に完成し、護岸の修復、魚オミの再建、護岸樹などの植栽が行われた。2017年現在、沼の COD は 15mgL から 23mgL である。一見するとかなりの不栄養化が進行していると思われがちだが、COD の80%が TOC、 南分解性有機物10%が浮遊物、SS10% がリン、窒素であり、不栄養化ではなく、閉鎖性が高いため剣濁物が異常に多い、濁った水の状態となっている。ケンヌ沼は、大ウナギの生息が有名である。この大ウナギは、鹿児島県や高知県、沖縄県などで見られる大ウナギ科のウナギ、蚊肉いではなく、 かば焼きなどで食用としている、日本ウナギが巨大したうなぎ、ジャポニカ種である。県沼では常実したように殺生禁止が長く守られ、参拝に訪れた漁師が、大量のお礼として取れた魚を沼に、奉納するなどして、沼への餌の投げ込みが行われていたらしい。日本ウナギが餌付けされるだけでなく、巨大化するほどの餌が与えられていたことになる。 日本だけでなく東アジアから東南アジアで日本うなぎの乱獲が行われ、うなぎは生物資源的な危機的な状態になっている。これはうなぎ養殖は食用とするための行為であり、過度の養殖により産卵できるうなぎを激減させたことに起因する。毎年のように全国的にシラスうなぎ量は不漁が続いている状況である。 この乱獲の影響と周辺の環境変化により、県沼に遡上するウナギが減少しているため、県沼で大ウナギにまで成長する個体数も減少している。そのため、県沼周辺の平沼の内地区の住民により、遡上経路の清掃や閉塞した河口の切り崩しなどが行われている。大ウナギが生息できる環境が天然記念物の指定となっている。沼が天然記念物で、 うなぎはそこに付属物として扱われている山門、指定重要文化財。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。